あ、これね、アンチセックスだ、フェイクニュースだって言ってますけど、ぶっちゃけセックスって別にベッドじゃなくてもできるよねって、ちょっと思っちゃいました。皆さんはベッド以外でしたことありますか？以上、ニュースをお伝えいたしました。こんにちは、世界のニュースをお伝えいたします。東京オリンピックの選手村で使用されるベッドは、激しい運動に耐えられる強度がなく、選手らが性行為に利用できないようになっているという噂について、アイルランド代表の男子体操選手がベッド上で飛び跳ねる動画を投稿し、フェイクニュースだと否定しました。選手村のベッドはリサイクル可能な段ボール製のフレームのほか、大会後にプラスチック製品として再利用されるポリエチレン素材のマットレスでできているということです。ベッドの提供源エアウィーブによると、ベッドの耐荷重は約200キロだが、新型コロナウイルス流行を受けて社会的距離を維持させるため、複数の人が乗ると壊れるよう段ボールで作られているという一部のメディアの報道もありました。この選手は投稿した動画で、ベッドはアンチセックスで段ボール製だから急に動くと壊れるようになっていると言われている、これはフェイクニュースだと述べて、ベッド上で飛び跳ねました。私の意見としては、これね、アンチセックスだ、フェイクニュースだって言ってますけど、ぶっちゃけセックスって別にベッドじゃなくてもできるよねって、ちょっと思っちゃいました。皆さんはベッド以外でしたことありますか？以上、ニュースをお伝えいたしました。